しょ。ですね、今回はですね、コメントのリクエストをいたしましてですね、まあここ最近ね、こういったネックレスをねつけてるんですけども、まあ最初はね、散々言われましたよ。気持ち悪いものつけてますねって言われてたんですよね。言われてたんですよ、最初の方はね。まあ知らない方にとったらね、わからないと思いますが、まあ知ってる方が今ちらほら私の YouTube の方でですねコメント来ておりますので、今回はですね、このネックレスの長さと、あともう一件なんか話があったんですけどもね、コメントで、まあまあとにかくまず長さ、長さ測りましょうということでですね、やっていきたいと思っております。もうパパッとやっていきますんでね、よろしくお願い申し上げます。じゃあやっていきましょう。こちらのね、長さなんですけども、今ね、ここにねクロマハーツのクリップつけております。まあこうやってね垂らすでしょうね。垂らしました。で、長さなんですけども、もう基本はもう50センチとか60センチとか80、100とか言われるような感じですよ。ただまあまあ、さっきまあまあ測りましょう。すいません、ごめんなさいね。53センチか4センチあたりですかね。53センチかの4センチの間、ですね。だから50センチ、52センチぐらいですかね。52センチ、53センチぐらいの、まあ、長さだと思っておいてください。そしてですよ、こっからが重要なんですよ。短いでしょ、50センチなんて。もうなんかもうピチーとつけてるような。そういった感覚に見えるじゃないですか。でもね、このトップ見てください。トップを黒をね、爪ね、これが長く見えるから、これがね、このトップが長く見えるから長く見える感覚に落ちるわけなんですよ。面白いでしょ。だから長さ50センチですよ。50センチなのに、このトップが長いからね、長く感じちゃうというような、ちょっとなんかね、そういった感覚に多分落ちてると思うんですよ。で、これ50センチですので、ですが、何回も申すとですが、このクロを縦長にね存在することによってね、長く見えるのかなっていうこともね、ちょっと長さ的にもちょっとわからないっていう感覚に落ちちゃうんですよ。面白いでしょね。まあそういったことでね、コメントリクエストはですね、長さはですね、ナインティーンスカルネックレスは、52センチと52センチ、3センチの間ぐらいです。と思っていてくれたら助かります。もう短い動画で終わっちゃうんですけどもね。忙しいんですよ。すいませんね、本当にコメント書いてくださってね。もういっぱいコメントリクエストございますので、なかなか追いつかないのと、で、自分の私物紹介もやりたいですし、お買い物動画もやりたいですし、やることいっぱいあるんですけども、で、その中で仕事も やっていく中でね、家族のことも見ていく中でね、いろんなことやっておりますので、それはね、末永くね、ちょっとね、動画アップロードするのにちょっとお待ちくださいね。まあコメントにね、まあ52センチですよって書けばいいんですけども、わかんないでしょ、ぶっちゃけね。私もね、これ、測ったことないんですよ、実は。メジャーで測ったことないんですよ。で、52センチと3センチの間でしょ？で、私もなんか長いなと思ってたんですよ。やっぱりその、ネックレスのトップですよね。これが長いから、長く見えちゃうんですよ、ネックレスの長さがね。長さが、
これがあることによって長く見えちゃうっていうような感覚ですね。で、あとね、これね、実は動画内しかつけておりませんので、こんな重たいものをつけてて外出られたことは若い時しか私はまだ若かりし頃しかつけておりませんので、うん、まあ言われましたよね、ストップライトさんの職人さんにね、もう重たか倒れたこれつけて、いっぱいつけたんですよ。チェーンもつけて、ブレスレットいっぱいつけて、ね、ブーツもウエスコのブーツ履いて、BMX 乗ってたら、倒れちゃいました。10キロ以上をつけたんですよ。要はね、あの重さをね、つけてるものね。そしたら体力の、日の丸くん、それはね、体力のパラメーターだと思っといて、って言われたんですけどね。言い方ですよ、本当に職人さんはね。で、これね、言われたんですよ。使わなかったらもう、これね、TVerとマルカンの位置は違うんですけども、まあ、TVerがこっちであると思っといてくださいね。そしたら、これね、このフックを利用して、ここに通すでしょ。一緒なんですよ。一緒。うん、通して、ね、こう通すことによってね、ウォレットチェーンみたいにね、使ってもいいですよっていうこともね、おっしゃっておりましたので、うん、そういった使い道もございます。ね。TVerとマルカンでね。TVerとマルカンで。うん、で、TVerのね、そこに、こうつけるようにね、うん。そういった使い道もございますので、まあ、その代わり、まあ、私の場合はですね、クローですので、うん、割れちゃう恐れもございますとともに意思ももうかけちゃいます、確実にね、うん、本当にね、コメントリクエスト様にとってね、聞きたいこともございますので、まあ、その点はですね、頑張ってね、動画もアップロードしていきたいと思っておりますので、本当にその点はね、大変申し訳ございませんでした。で、またね、コメントも来ておりますので、またそれもまた、別の動画で、ね、話せたらいいなと思っております。短い動画として今回終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ありがとう。疲れた。ほんと疲れた。もう毎日疲れてる。頑張ります。コメント、ありがとうございます。